消防庁主催のコンテスト、新潟東港西地区の自衛防災組織からは7人が参加し、審査会に提出する訓練映像を撮影しました。今放水が始まりました。ここから消火に至るまでの様子をさまざまな観点からカメラで撮影しています。石油コンビナート火災への対応能力として、制限時間内の消火や隊員の安全管理などが審査されます。新潟東港西地区共同防災協議会は4年連続で奨励賞を受賞しています。石油コンビナート地域で、ひとたび火災が起こりますと、大規模な災害につながる可能性もあります。係員一人一人が、常に高い意識を持って、技術力の向上に努めていくことが重要だと感じています。審査の結果は年内に発表される予定です。